2024年8月12日、3連休、最終日です。皆様いかがお過ごしでしょうか。読書動画の投稿が4ヶ月ぶりになってしまいました。ちょっといろいろありまして、本を読むこと自体がストップしてしまったんですが、夏休みなので、子供と比べて大人は大した夏休みの期間はないんですが、やっぱり夏っていう季節は本が読みたくなる、私にとっては。書店もね、いろいろ夏の文庫コーナーがいっぱいね、毎年恒例ですし、夏はいろいろ本が読みたくなって積んどくが増える、そんな季節でございます。で、今回はこちら、麻布競馬場さんの令和元年の人生ゲーム、こちらをおすすめします。この本はですね、先月発表された直木賞候補作になってまして、残念ながら受賞は逃したんですが、私はですね、NHK の朝か夕方かのニュース番組で、麻布競馬場さんは顔出しはしてないんですけど、インタビューに応じられてて、ある意味ちょっと特集されていて、それで気になって、普段はこんなことないんですけど、を読んでみようと思ってすぐ本屋さんに行って買いました。で、内容はですね、もうここのね、佐藤卓さんの帯にある通りなんですけど、Z 世代の苦悩を描いた傑作、サラリーマンの出読書。いわゆるですね、名の通ったね、いいとこの大学に行ってる大学生、若者たちが、企業サークルでの活動の話が、スタートで、いろいろ登場人物がいるんですけど、平成の終わりからこの令和、の始め、まだね、令和になって6年しか経ってないんですけど、ちょっと時系列といいますかね、つながってるような内容なんですけど、大学で起業サークル。で、その後ね、いいとこに就職して、で、リア充といいますかね、傍から見たら充実してるような仕事もプライベートも、一見充実してるような生活、送ってるのかなっていうところが描かれてるんですけど、でもね、やっぱ苦悩って書いてるんですよ。なんかね、満たされなさがあると言いますか、ここのね、可能性を知り尽くしてしまったっていうところはなんかポイントな感じがしますね。直木賞なんで、エンターテインメント、本当にパッとね、読んで、面白いなーっていうね、結構一気に読めるような感じで、でも、麻布競馬場さんは、プロフィールに1991年、生まれということで、私も年上なんですけど、同じミレニアル世代ということで、ミレニアル世代から見たこの Z 世代ね、30代から見たこの今の20代の子たちをちょっと俯瞰して見てるというか、その視点もね、なかなか新鮮というか、世代が近いので、切り口といいますか、観察眼がなかなか鋭くて生々しい感じがして、読んでて面白かったです。私これ最後まで読んで思ったことは、以前に宮台真司さんの終わりなき日常を生きろという作品を読書動画で紹介したんですけど、気の合う仲間とまったり生きろっていうね、なんかそういう言葉が読んだ後に思い浮かんで、そういう感想を持ちました。皆さんもぜひサクッと夏読んでみてはいかがでしょうか。それではまた。